旧市庁舎とヨーゼフ一世の像がある市場の泉、展望塔、アールボイ群れから見た、アーレン市中心部アーレンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、オストアルプ郡の郡庁所在地である。この町は、州東部の中規模都市であり、シュトゥットガルトの東約70キロメートル、ウルムの北約50キロメートルに位置している。 シュベービッシェアルプ北東端のコッハー川上流の谷、いわゆるアーレンボン地に位置している。アーレンは、ローマ人の城塞近くのアレマン人の村落から発展し、1360年に帝国都市となった。1634年の大化の後、市庁舎や市教会など多くの建物が再建された。アーレンは1803年に、ビュルテンベルクのオーバーアームと都市であった。 現在のアーレンは、軍庁所在地であり、中級中心都市となっている。機械製造の他に、工学機器、製紙業、情報産業、繊維業が、経済構造の重要な担い手となっている。アーレンは、さらに、約5700人の学生が在籍している、アーレン技術、経済大学がある、大学都市でもある。 面積146.63平方キロメートルのアーレン市はバーデンビュルテンベルク州で7番目、シュトゥットガルト行政管区では2番目に広い町である。また、人口6万7千人はオストアルプ郡及びオストビュルテンベルク地方で最大バーデンビュルテンベルク州で15番目に人口の多い都市である。アーレン市の南側から撮影した空中写真。手間の 細長く伸びた集落がウンター国編、その奥が中核地区で、アーレン盆地の形態がよくわかるアーレンは、南部と東部にそびえるシュベービッシェアルプ東部からコッハー、川が抜け出そうとする上流域の谷、いわゆるアーレン盆地に位置している。市の北はエルバンゲン山地につながっている。北西にはベルラントが位置する。アーレンの地域は、 シュベイビッシェアルプトーブフォアラントとシュベイビッシュフレンキッシェ森林産地を含む。これらの地形はいずれもシュベイビッシェスコイラヤスラントに含まれる。また、アルブーフやヘルツフェルトにも属している。これらはシュベイビッシェアルプに包含される地域名である。コッハー川はオーバーコッヘインから市の南側に入り、北に向かってウンターコッヘン、中核地区。 バッサー・アルフィンゲンを貫いて北のヒュットリンゲン方向に流れ出る。アーレン近郊ではレムス川やヤクスト川が湧き出している。コッハー川を含めこれらの川はいずれもネッカー川の支流である。内市街のマルクト広場は海抜430メートルに位置している。地域の最低地点はローダムスデルフレ近郊のライン川で海抜375メートル。 最高地点は、ヒムリンゲン近郊のグリューネンベルク山頂の海抜733メートルである。アーレンの地域は、中核市区と、1938年から1975年までの間に合併した町村からなる。1970年代の最後の地域再編によって、市環区という名称ができ、同時にバーデンビュルテンベルク州の市町村法で定める。 地区が定められた。各地区は、住民の選挙によって選出される、地区議会と、地区代表の議長を有している。アーレン中核地区や合併した町村にはさらに細かい、部分地区が数多く属している。その多くは、長い独自の歴史を有しているが、独自の名前を付けられた新しい住宅地もある。しかしこれらには確定した境界がない。以下に、本市の構成をまとめる。 アーレンの地域の南北の最大幅は 18km、東西のそれは 25km である。2012年12月31日現在の面積は14,662.6ヘクタールである。土地用途別の面積と占有率を以下の表に示す。州統計局の2015年現在のデータによる。アーレン市は南から時計回りに 以下の市町村と境を接している。カッコ内は、アーレンの中核地区から、各市町村の中心部までの直線距離である。オーバーコハヘン、エッシンゲン、ホイヒリンゲン、アプツグミュント、ノイラー、ヒュットリンゲン、ライナウ、ベストハウゼン、ラウフハイム、ボプフィンゲン、ネーレスハイム、ハイデンハイムアンデアブレンツ、ケイニヒスブロン。アーレンは、 上級中心都市を持たないオストビュルテンベルク地方の中級中心都市である。オストアルプ郡、中部及び東部の市町村はアーレンの管轄地域に含まれる。すなわちアプツグミュンと、ボップフィンゲン、エッシンゲン、ヒュットリンゲン、キルヒハイム・アムリース、ラウフハイム、ネーレスハイム、オーバーコッヘン、リースビュルク、ベストハウゼンがそれである。 3 0トル東に位置する、隣の中級中心都市バイエルンシュネルトリンゲンと連携している。アーレンの地域は、南ドイツジュラ層の3つの岩層相女グループ上に広がっている。南部とフレクスナー3階は、バイサージュラ、内市街は、ブラウナージュラ、バッサーアルフィンゲンの一部は、シュバルツァージュラにあたる。こうしたことからアーレンは、地質学のメッカを辞任している。 アーレンの地域の大部分は、アーレン市にちなんで名付けられたウンターアーレニウムのオパーリヌストーン層上にある。ザントベルク、シュナイトベルク、シュラーデンベルクでは、オーバーアーレニウムのアイゼンザントシュタイン層が露出している。地域内の残りの丘陵には砂、歴、砂利が重なっている。アーレン級市街及びコッハー川流域は、 完全に河原のロームや歴が谷を埋めて堆積し、形成されたものである。デバンゲント・ファファゼンフェルトの大部分は北に向かって、ユーレンジスマーゲル層、ポジドニーエンシーフェー層、アマルテントーン層、ヌミスマリスマーゲル層、オプトゥスストーン層と続く、いずれも化石が豊富な、ジュラキの地層上にある。最後は、コイパーに属すクのレンマーゲル層につながっている。 ブラウネンベルクでは1939年まで鉄鉱石の採掘が行われていた。アーレンの地域はアルプフォアラント、フォアアルプ、アルブーフ、ヘルツフェルトに広がっており、最高地点と最低地点との高度差が355メートルあるため、気候は市内の地区で異なっている。以下に示すデータを収集した速攻書はアーレン中核区と バッサー・アルフィンゲンとの間、北緯48度51分02秒統計10度05分44秒、北緯48.85056度統計10.09556度、48.850560.09556にあり、1991年からデータを提供している。年間日照時間は、 約1800時間で、1日平均約4.93時間である。これは、ドイツ連邦全体の平均値よりも長い。しかし年間の降水日も167日と、ドイツ全体の平均である138日よりも多い。年間降水量は、約807ミ、mm、リメートルで、バーデンビュルテンベルク州では、中間程度の値である。年間平均気温は、 摂氏9.9度で、ドイツ平均の摂氏8.2度、バーデンビュルテンベルク州の平均摂氏8.1度よりも高い。最初の入植期限前8世紀から、期限前5世紀の中世期時代の日打ち医や人の、急速地跡がコッハー側や、ヤクスト側の谷の辺縁部で多く発見されている。青銅器時代には、ウンターコッヘイのコッハーブルク裏の、 広さ650メートル350メートルの大地が高所入植地の中心になっていた。ハルシュタット時代の遺跡ではバッサー・アルフィンゲンの森のアッペンバング、ゴルツヘーフェやエプナートの紛糾ボが知られている。ケルト人はアーレンやバッサー・アルフィンゲンで発見された金貨や銀貨を残した。彼らはシュロスバウフェルトの入植地に土塁や石壁を備えた。 防衛施設を建設した。バッサー・アルフィン・ゲン・ハイゼンベルクには、ケルト人の法茎の砦があったが、現在は、外観からは判別できなくなっている。アーレン・リーメス博物館の外部施設。復元されたローマ時代の城塞の基礎、ローマ時代アルプの国境線が廃止され、アーレンは、西暦150年頃に、ローマ帝国の一部となり、 当時新しく設けられたオーレティシャリーメスを目の当たりにすることとなった。ローマ人はアラツーフラビアミリアリアのために城塞を築いた。このアーレン城の遺構は現在も見ることができる。この城は現在の市の中心部の西、シラー兵へのふもとにあり、1000人以上の騎兵が駐屯し、数多くの馬の飼育係がおり、全、 オーレティシャリーメス中最大の予備兵基地となっていた。一般市民の定住地は、城の南と東に広がっていた。260年頃に、ローマ帝国はこの城を放棄し、その国境は、支配を受け入れない、ゲルマン人によってライン側とドナウ側にまで、交代させられた。その後、アレマン人がこの地域を引き継いだ。3世紀後期から4世紀のものとされる効果が、 出土したことから最初に倉庫群が再建されたことが分かっている。ローマ時代と中世の入植地の継続性については分かっていない。都市の設立7世紀に作られたアレマン人の墓からの出土品が考古学者にアーレンの集落の方がを示している。ローマ時代の城塞の東門に接してローマ時代の石材を転用してヨハネス教会が建設された。 現在の建物は、おそらく旧世紀に建設されたものである。ブルクシュタルを囲む号の後、バルバロッサの泉中世では、839年に、アーレンに属す村落が初めて文献に記録されている。ルートビヒケ験ケン王が、古田修道院に対して、小修落、ハンマーシュタットの領土交換を許した文書である。 アーレン自体は1136年のエルバンゲン修道院の財産目録にアロンという名称と在京貴族コンラートフォンアーレンの名前が記されている。この貴族家はおそらく中核地区の南のブルクシュタルに一族の城を有し、はじめはエルバンゲン修道院、後にはシュタウフェン家、最終的にはエッティンゲン家に仕えていたと推測されている。 この地で諸公会議を開催したと16世紀から言い伝えられている皇帝フリードリヒ・バルバロッサの栄誉を称えてブルクシュタルのふもとにバルバロッサの泉が作られた。1426年を最後にシュタウフェン家の聖院とアーレンとの関係は絶たれた。中世の文献はアーレン氏は1241年から1246年までの間にシュタウフェン家によって 別の場所にアーレン村として建設されたのだが、1388年に都市紛争で破壊されたことを示唆している。その後、エッティンゲン博がこの町の領主権を得た。これは1340年に初めて確認される。この博家は、1358年あるいは1359年に、エーバーハルト二世博、すなわち、 ビュルテンベルク博家に借金の担保としてこの町を差し出した。帝国都市の時代帝国都市へ皇帝カール4世はビュルテンベルクとの戦争でアーレン氏を戦うことなく占領した。1360年12月3日皇帝はこの町を帝国都市とした。この地位は1803年まで保持された。1377年にアーレンは シュバーベント市同盟の一員となり、1500年からシュバーベン帝国クライスに参加した。1385年の死の印象に初めてキビタスの肩書きが記された。1398年に市場会再建、1401年に裁判貢献が与えられた。しかしアーレンは大きな領土を獲得できなかった。本来の地域以外では、 近隣に存在する小集落が、ホーホハイツゲビートとされたに過ぎなかった。アーレンの最古の都市計関図現存する最古の都市計関図は1528年に作成されたものである。これは、シュパイアーの帝国最高法院における、エッティンゲンハクトの訴訟における基礎資料として作成されたもので、アーレンが、紙壁、塔、二重の水堀で囲まれていたことを示している。 環状土類の間に設けられた水堀の配置は、ネルトリッヒャー・シュタット・グラーベン、エストリッヒャー・シュタット・グラーベン、ジュートリッヒャー・シュタット・グラーベン、ベストリッヒャー・シュタット・グラーベンという現在の通りの名に表されている。高さ約6メートルの紙壁は、長さ1518シュリットで5.3ヘクタールの地域を囲んでいた。創建時には、市は2つの門を有していた。 東の上の門、または、エルバンガー門と、南のマルティンス門である。しばしば洪水に見舞われたため、マルティンス門は14世紀に壁で封鎖され、1400年直前に西側に、下の門、または、グミュンダー門が作られた。その後多くの、小さな脇門が設けられた。当時の中央市場は、現在マルクト広場と呼ばれるベッテガスセト。 ライヒスステッター通りで開催された。他の街でもそうであるように、市場はある門から別の門へ抜ける形で開かれており、アーレンの場合には南の門から東の門へ L 字型に曲がっていた。1500年頃に市教会の墓地がヨハネス教会に移された。1514年に初めて市民階級で形成された議会24人会が開催された。 1572年のグミュントの狩猟図に描かれた、アーレン付近の地図宗教改革1575年6月28日、マルティン・ルターの死の約30年後に、ビュルテンベルク公ルートビヒの招きにより、チュービンゲン大学教授で、事務総長のヤーコプ・アンドレアがアーレンに到着した。その直後に行われた彼の説教は、市長、市議会、 市民たちの心を動かし、アーレンで宗教改革がなされた。彼はこの町に4週間滞在し、この動きを助けた。これには大きな変化が伴った。例えば、カトリックの司祭は市議会によってミサを妨げられ、説教を禁じられた。市長のカスパール・フォスは、1577年のルターハワ教信条に1579年に署名した。 三十年戦争初期に皇帝軍が勝利すると、以前からアーレンの保護領主であったエルバンゲン修道三次会諸公は1628年にカトリック信仰を優先するよう定めた。しかし、1632年に福音主義同盟が勝利し、福音主義の教会支配に戻された。1634年の大カネルトリンゲンの戦いで、 スウェーデン軍のために戦って帰還した、ベルンハルト・フォンザクセン軍所属の二人の見習い士官が、1634年9月5日から6日に、かけての夜間に2台の火薬車に火を放った。すでに市内に入っていた敵のクロアチア兵の面前に、軍事物資を与えず、その進軍を阻もうとしたのであった。その結果都市火災が起こった。火災の規模については、様々な説がある。 17世紀の記録によれば、教会もシュベルトを除くすべての建物も、火災の犠牲となり、生き延びたのはわずかに旧家族だけであった。19世紀のヘルマンバウアーの研究は、この記録は、辻褄が合わず、誇張されていると結論づけた。しかし、市教会とおそらくかなりの範囲の建物が失われた、ことは、間違いない。市教会の増築部分に入居していた市の文書館も、 収蔵していたすべての文書と共に消失した。火災後、両軍の略奪兵が町を駆け回った。この町が、元の人口、約2000人に復したのは、ほぼ100年後のことであった。プファルツ継承戦争では1688年に、フランス軍がアーレンを通過したが、他の集落同様大きな損害を残さなかった。1702年に、スペイン継承戦争で、 1741年にオーストリア継承戦争で、さらには1743年にも皇帝軍がこの町を攻軍した。市教会の塔が1765年に倒壊した。おそらく1634年の火災後の再建時に力学的な配慮が十分でなかったためと推測されている。倒壊した塔は、塔の監視人の子供二人を巻き添えにした。 子供たちはこの時の怪我で死亡した。死教会自体も取り壊され、祭壇の十字架だけが残された。損傷は甚大で教会は、後方なく、取り壊されたが、同じ年に、現在の形の新しい教会堂の建設が、始まった。1749年11月22日に、中立の帝国都市アーレンで、ビュルテンベルク公国とエルバンゲン。 修道三次会諸公との間でオーバーコ派ンをプロテスタントとカトリックが共存する地域とするアーレン議定書が締結された。1796年のフランス軍による攻撃、ナポレオン時代第一次大仏大同盟戦争でアーレンは1796年にひどい略奪を受けた。第二次大仏大同盟戦争は1801年に リュネビルの和訳によって集結し、1803年の帝国代表社会議主要決議が発行し、多くの帝国都市は、それぞれの近隣諸公領に併合されることとなった。アーレンは、ビュルテンベルク選定公領に編入され、オーバーアームとアーレンの主流となった。第三次大仏大同盟戦争では1805年10月6日に、ナポレオン・ボナパルトが4万人の軍勢を率いて、 アーレンを抗軍した。この人、その数日後に入場したバイエルンとオーストリアの軍勢は、死の初期間によれば、筆舌に尽くしがたいほどの苦しみをもたらした。一部はアーレンに属し、別の一部はベルバルト家に属す小集落から、1811年に自治体ウンターロムバッハが形成された。アーレン東部の小集落は、ウンターコヘインに合併した。 ナポレオン戦争の時代には、死壁は、軍事的にもはや役に立たなくなっていた。18世紀には、死壁等門の保守管理がおざなりにされ、これらの構造物は徐々に崩壊しつつあった。差し迫った多大な戦争支出を考慮すると、一般的な都市整備に回す資金はなかった。1800年から、多くの塔が取り壊され、その直後に、 他の建物も解体されていった。このため現在は、市の防衛施設の建造物はほとんど、跡形なく、姿を消している。1861年のアーレン。街の前景に駅が見える。19世紀のバッサー・アルフィンゲンの、精錬所工業革命工業革命以前のアーレンの、経済構造は、田舎の環境に置かれていた。多くの市民は、農耕市民として、 職人仕事の他に農業も営んでいた。盛んに行われていた職人仕事が川な飯であった。19世紀半ばのアーレンには12軒の川な飯、工房があり、ウルムを主な販路としていた。この他にウールやリンネル製品を生産する食婦業や菓子、レープ空編の製造なども盛んであった。工業化の最初のピークは1840年代で、 アーレンに三つの丸釘工場とその他の工場がいくつか創業された。1861年にカンシュタットからバッサー・アルフィンゲンまでのレムス鉄道が開通して鉄道網に接続したことでこの町は発展した。王立清錬所と共にアーレンに工業が花咲いた。1863年のレムス鉄道のネルトリンゲンまでの延長。 1864年のブレンツ鉄道の開通、1866年のオーベレ・ヤクスト鉄道の開通で、アーレン駅は鉄道の乗り換え駅となった。この他に1901年から1972年に廃線となるまで、ディリンゲン・アンデア・ドナウまでのヘルツフェルト鉄道も運行していた。転車台、大きな線稽古、運行管理所、二つの駅チョーク、 市南部の工場への引き込み線を有する貨物駅は、この町の都市景観に欠かせないものとなった。現在の郷土市屋は、この頃のアーレンを鉄道都市とも呼んでいる。1866年にアーレンガス会社が開業し、ガス灯が灯った。1870年には、近代的な水道網が整備され、1912年に、最初の電灯が灯された。 1935年、最初の電気の街灯が設けられた。第一次世界大戦の戦中、戦後の住宅不足のため、アーレン市ではこの頃シュラウフや、旧連平城跡付近にバラック小屋が建てられた。1929年以後、世界恐慌によって工業は活気を失ったが、ヒルシュバッハのバーデアンは1931年に拡張された、水泳用プールを持つ、 近代的な屋外プールに改築された。国家社会主義の時代1932年11月6日のドイツ国会議員選挙で NSD オッピーはアーレンでは平均を下回る成果しか得られなかった。得票率25.8%で26.6%の票を得た。中央党に次ぐ第2党に止まった。第3党はスピードで 得票率は19.8%であった。ヒトラーによる権力掌握後の1933年3月5日の国会議員選挙までこの構図は変わらなかった。この選挙で NSDOP の得票率は34.1%で、やはり全国平均以下であったが、それでもアーレンで大差の最強勢力となった。第二党は、 中央党で前回と同じ26.6%、ついでスピードの18.6%であった。ナチ時代の始まりまで民主的に選出された市長フリードリヒッシュバルズがその職に止まっていたが、1934年に国家社会主義者らによってその座を追われ、NSDOP 市議会議員団団長でブルワリー所有者のカールバートが、 職務代行者となり、その後法律家のカール・シューベルがその職を担った。1934年8月に、アーレンで、ナチの消費者展覧会、ブラウネ・メッセが開催された。1936年、本市に、国防団の乗馬、自動車学校が設けられた。また、軍の食料調達局と兵器省が建設され、弾薬庫がその中に設置された。 1935年に近隣の村落との合併が始まった。1938年にオーバーアームとアーレンはアーレン軍に改組され、自治体ウンターロムバッハが廃止された。その地域の大部分はアーレン市に組み込まれたが、ハイマーシュタット地区はデバンゲンに、フォルスト、ラウエンタール、フォーゲルザングはエッシンゲンに編入された。私立病院に、 それまであった教会の社会仕委員は、次第に国家社会主義公共福祉の看護師に置き換えられていった。ナチの優勢学イデオロギーの下、決闘に基づいて、約490人内死は、約200人が、強制断取された。1944年9月、ナッツバイラー、アルザス強制収容所の外部収容所として、 ビーゼンドルフ強制収容所がバッサー・アルフィンゲンに設けられ、200人から300人の収容者が周辺の工場での労働を強いられた。1945年2月にこの収容所が廃止されるまで約60人の収容者が死亡した。収容所の建物は1946年から1957年に解体された。この建物基礎部分は モルトケ通り44、46番地の家に転用されている。この他にも、戦争捕虜やドイツが占領した国々から集められた、男女を収容する労働収容所が数多くあった。収容者は、シュベービッシュ・ヒュッテンベルクやアルフィング、ケスラー機械工場で、軍需品生産に従事させられた。アーレンは、第二次世界大戦の戦闘をほとんど無傷で切り抜けた。 戦争の最終盤に空襲が行われ、都市の一部、駅、鉄道施設が損傷した。3週間続いた1年の空爆のうち、1945年4月17日のものが最も激しかった。アメリカ空軍の爆撃機が、アーレンの兵器シと駅に爆撃を加えた。59人が死亡したが、その半分以上が生き埋めになったものであった。また、 500人以上が住む家をなくした。33棟の住居、12棟のその他の建物、2本の橋が破壊され、2つの境界を含む163棟の建物が損傷した。この5日後に、アーレンのナチ権力者はアメリカ軍によって罷免された。戦後1952年のバーデンビュルテンベルク州創設に伴い、アーレンはこの州の一部となった。 1973年1月1日に発行した軍の再編によってアーレン軍はオストアルプ軍の一部となった。アーレンはこの新しい軍の軍長所在地となった。1975年に現在の地域が完成した。アーレン市の人口は1946年に大規模軍都市となる条件の2万人を超え、 1956年4月1日のバーゲンビュルテンベルク州市町村法の発狂に伴い大規模軍都市となった。1992年アーレンでバーゲンビュルテンベルク郷土の日が開催された。この町は2006年に思いもかけぬ形で有名になった。Google マップの衛星写真のアーレン付近に大きさ50メートル相当の巨大な昆虫と思われる ものが発見されたからである。後にこれは、この映像をスキャンする際に紛れ込んだアザミウマである、ことが判明した。2000年から着手された最大の都市開発プロジェクトが、アーレン中心部、駅の北東部に位置する、シュタットオバールと呼ばれる、工業地域である。2000年に建築工材会社が約4ヘクタールのエリアで、企業活動を停止した。 2003年にこの土地を不動産会社アウレリスが取得し将来の用途について市当局と議論を重ねた。これに伴って2010年に都市計画上のコンペティションが行われた。その結果約460人の住宅と企業の支店、商店による混合用地とすることとなった。市は2013年はじめアウレリスからこの土地を250万ユーロで 購入し、2014年2月に、かつての工場の取り壊しを始めた。その後、この敷地の旧駅舎を、文化ステーションに改築する工事が始まった。現在のアーレン市は、1975年6月21日に、アーレン市とバッサー・アルフィンゲン氏が合併した当初は、アーレン・バッサー・アルフィンゲン氏と名乗っていたが、 わずか10日後の1975年7月1日にアーレン市に改名された。それ以前に以下の町村がアーレン市に合併している。また、バッサー・アル・フィンゲン市は1972年4月1日にホーフェンと合併していた。アーレンの人口水グラフ中世から近世にかけてアーレンは人口数百人程度の小都市であった。 人口増加は緩やかで、多くの戦争、薬病、飢餓で減少することを繰り返した。19世紀に工業化が始まると、人口増加は加速した。1803年に1932人だった。人口は1905年には1442人にまで増加した。その後も人口は増え続け、1939年には15,890人が、 アーレンに住んでいた。第二次世界大戦後、南ミニア旧ドイツ東部領土から追放された人々の流入で、この町の人口は1961年には3万1814人となった。1975年6月21日のバッサー・アールフィンゲン市との合併により、本市の人口は1万4597人増え、6万5165人となった。 バーデンビュールテンベルク州統計局の研究報告に基づく2005年6月30日現在のアーレン市の公式人口は67,125人である。以下の表は各時点の地域における人口を示している。1823年までは推定による外数、その後は人口調査結果、または州統計局の研究結果である。 1871年以前の数値は、その都度異なる調査方法によっている。1871年からは、町にいる、住民数。1925年からは、居住人口。1987年からはこの町を、主たる、居住地とする人口である。一人口調査結果2008年12月31日の、アーレンの人口は66,058人であった。 このうち女性が33,579人、男性が32,479人であった。アーレン住民の平均年齢は、2000年12月31日時点で40.5歳、2008年12月31日時点では1.9歳、上昇して42.4歳であった。ドイツ以外の国籍を持つ人は、自然体で6,312人で、 外国人比率は9.56%であった。その38%と最も大きな比率を占めるのがトルコ人であった。アーレン市民全体に占める割合は約3.6%にあたり比較的高い比率であった。アーレン市は南トルコのアンタキアと姉妹都市協定を締結している。アーレンで2番目に多い外国人は13%を 占める、イタリア人であった。以下、セルビア人とクロアチア人が5から6%、ギリシア人が3%であった。残り35%がこれら以外の国の出身者である。既婚者の数は、1996年12月31日の3万2948人から2007年12月31日の3万1357人まで減少した。 一方、同時期の離婚者数は2625人から3859人と増加している。独身者数は1996年から2004年までに25902人から26268人とやや増加したが2007年には26147人と再び減少した。 未亡人数は1996年12月31日の5036人から2007年12月31日の4783人と減少した。2011年5月9日時点で、全アーレン市民の54.0%が、ローマイコールカトリック信者、22.1%が、福音主義信者であった。約23.9%が、 その他の宗教団体に属すか、いかなる宗教団体にも登録されていない。ローマイコールカトリック信者の比率が75.6%と最も高いのが、バルトハウゼン都市ン区である。アーレン中核宿は、福音主義信者と、その他の宗教、または無宗教の比率が市内で最も高い。福音主義教会、アーレン市教会、アーレンの住民はもともと、 アウクスブルク司教区に属しており、エルバンゲン修道院長の守護下に置かれていた。ビュルテンベルク校の援助で1575年に宗教改革がなされた。宗教改革の試みはそれ以前にも行われたが、アウクスブルク司教とエルバンゲン修道参事会はこれを拒否していた。宗教改革後アーレンは何、世紀もの間、プロテスタント優位の町であった。 ただし1628年から1632年までは30年戦争の結果カトリックの町となった。この町は帝国都市として教会に関する事案を独自に規制する権利を有していた。聖職者、組織、聖堂の運営は市議会の直接管理下にあり市教の機能を担っていた。市はアーレン独自の聖歌集も編纂した。ビュルテンベルクへの移管後。 1803年にアーレンは教区監督の所在地となった。監督管区教会は市教会であった。この他に1561年に建設された墓地のヨハネス教会も使われた。20世紀にアーレンの人口が増加し、マルクス教会やマルティンス教会が組織された。ウンターロムバッハシクはアーレンの宗教改革の影響を受けたが、アーレンの市教会に止まった。 1912年になって、独自のクリストス教会が建設され、1947年に、独自の教区が設けられた。ファハゼンフェルトは、領主のベルバルトカおよび、ラインローデン家によって、宗教改革がなされた。ここでは1591年に、教区教会が建設されたが、18世紀に、カトリック信者が増加し、その後、カトリック信者が多数を占めている。 それ以外の現在のアーレンの宿は宗教改革後もカトリックに止まった。ただし、バッサー・アルフィンゲンでは1891年に福音主義の教区が設けられ、1893年には独自の教会マグダレーネン教会が建設された。戦後には、ウンター・コヘインにも独自の教区が設けられ、1960年に教会が建設された。 これら四つの教会区は、ビュルテンベルク福音主義宗教会のアーレン、教区監督管区に属している。さらに、アーレンには、古経験主義教会組織もある。また、ユーゲント教会、ザグユーゲント教会やアーレンも、マルクス教会内にあり、アーレン福音主義教会に属している。カトリック教会聖ザルバトール教会19世紀になるまで、 現在の中核地区に住んでいた、わずかなカトリック信者は、ウンターコイン教会区に属していた。その後、1868年に、ゲオルクモル6によって設計された、マリエン教会が建設された。1872年に、アーレン固有の教会区が設けられ、1913年に二つ目の、教会聖ザルバートール教会が建設され、1969年に、 聖十字架教会が建設された。1963年には二つ目の教区、聖マリア教会区が設けられ、1968年に解体された古いマリエン教会の跡地に、1972年に新しい教会が建設された。1970年には聖アウグスティヌス教会も建設された。1976年に、 聖リーザベト教会、1988年に聖トーマス教会が建設された。さらに1963年から聖ミハイル志木会が設けられた。ホーフヘルムバイラーでも1904年にはすでに固有の聖ボニファティウス教会が建てられた。デバンゲン、エプナーとホーフェン、バルトハウゼン、バッサー・アルフィンゲンの各地区は宗教改革後もカトリックに止まっていた。 このため、これらの地区には、古い教会組織や教会堂が残っている。デバンゲンのマリア飛翔天教会は、初期ゴシック様式の塔を持ち、新郎は1875年に新たに建設された。エプナートの諸女受体教会は1720年から1725年に建設され、1979年から1981年に改築されて拡張された。 セイゲオルク教会方編のセイゲオルク教区教会は防衛協会で、現在の新郎は1762年から1775年に建設された。教会の近くに後期ゴシック様式のオッティリエン礼拝堂があり、入り口の上には1462年の年号が記されている。先行する建物の基礎は11世紀と13世紀のものである。 ウンターコフヘインの聖マリア教会は1248年に最初の記録がなされており、アーレンのカトリック信者は長きにわたってこの教会に属していた。バルトハウゼンの聖ニコラウス教区教会は1699年から1716年に建設された。バッサー・アルフィンゲンは、はじめは、ェンの誌教会であったが、おそらく1353年に、 聖シュテファヌス礼拝堂が建設され、1832年に増築された。1834年に固有の教区が設けられた。1881年から1883年に聖シュテファヌス教会がネオロマネスク様式で建設され、現在はこの教会区の象徴的建造物となっている。これ以後礼拝堂はアルテスキルヒレとして知られている。 ファハゼンフェルトも1895年に固有の教会、最も聖なる心のイエス教会を設けた。アーレン市内のすべてのカトリック教会は現在、ロッテンブルク・シュトゥットガルト市教区オストアルプ、主任司祭区の4つの市牧会に統合されている。この市牧会は、アーレン市外の町村も含んでいる。エッシンゲン、デバンゲン、ファハゼンフェルトは、市牧会2に、 ホーフェンとバッサー・アルフィンゲンは、死牧界4に、アーレンの2つの教会とホーフヘルム・バイラーは、死牧界5に、バルトハウゼン、エプナーと、オーバー・コッヘン、ウンター・コッヘンは、死牧界6に属している。その他のキリスト教団体ほとんどのキリスト教会を呼び、キリスト教団体が、アックに加盟している。アーレンでは、AAC と自称している。これには、 福音主義協会組織の他に、アガーペミッション、クリステニムベルーフ、クリストリヒャーフェラインユンガーメンシェン、アーレン、バーデンビュールテンベルクアピスイコール福音主義組織、連盟、福音主義自由協会組織、福音主義メソジスト協会、ホフヌングフュアーレ、ノーミー・エヴィ,ヴィ,フィ、フォルクスミッションが参加している。アーレンのこの他の教会組織としては、ビブリッシェミッションスゲマインで、 フライエ・ビベルトロイエ・ゲマインデ、フライエ・クリストリヒエ・ゲマインデ、セブンデイズ・アドベンティスト自由教会、CVJM ・バッサー・アル・フィンゲン、福音主義及び、カトリック大学共同体、シュトゥーデンテンミッションがある。さらには、エホバの承認や新シト派教会もある。その他の宗教19世紀末までアーレンには、ユダヤ人はいなかった。 1886年に4人のユダヤ人が初めてこの町に住んだ。その数は1900年までに10人に増加し、1905年までに7人に減少し、1925年まで変化がなかった。1933年に国家社会主義者が権力を掌握した頃、アーレンには2人の子供を含め合計7人のユダヤ人が住んでいた。 1938年の迫害活動の際、アーレンでは3件のユダヤ人商店のショーウィンドウが粉々にされ、店主はその後何週間も拘留された。釈放された後、アーレンのユダヤ人のほとんどが移住していった。アーレンに最後まで残ったユダヤ人女性ファニー・カーンは1939年当時、コッハー通り18番地に住んでいたが、 1941年にオーバードルフ・アム・イプフに強制移住させられ、その後トレブリンカ絶滅収容所で殺害された。現在アーレンにはこの女性にちなんで命名された通りがある。ユダヤ人のマックス・プフェファーは1948年にブリュッセルからアーレンに戻り、店を再開したが、1967年にイタリアに移住した。 合計5人のアーレンのユダヤ系住民が逮捕、殺害された。アーレンには、イスラム教のジティブ組織があり、ウルマー通りに TI、TI,TIB- モスクアーレンを有している。このモスクは、2008年8月30日に、くわいれがなされた。イスラム教組織、ミリ GR もウルマー通りに、ファーティフイコールモスクを有している。金曜日ごとに、 約850人の信者がここに集まる。アーレン氏は、エッシンゲン及びヒュットリンゲンと共に、行政共同体を形成している。市議会は、2014年選挙後の時点で、51議席からなっている。市議会議員の任期は5年である。アーレン氏のトップは、1374年からすでに、ビュルガーマイスターと、ラートであった。世紀には二人。 その後は三人の市長がいた。議会は1552年には13議席であった。その後行政トップについて何度も組織の改変が行われた。ビュルテンベルク時代には一人のビュルガーマイスターが、1819年からは、シュタットシュルトハイムが町のトップとなった。1947年以降、都市のトップの公式名称は、オーバービュルガーマイスターとされた。 上級市長は8年ごとに直接選挙で選出される。彼は市議会の長であり、投票権を有する議員でもある。その代行者は、公式名称をエルスター・ビュルガーマイスター及びビュルガーマイスターという2名の副市長である。1945年以降のアーレンのトップを以下に、列記する。1766年のアーレン氏の紋章。 アーレンの上りやアーレン氏の紋章は、金字に赤い舌を出した黒い和紙が描かれている。その胸部を赤字に曲がりくねった銀のうなぎを描いた小立が覆っている。和紙と、うなぎは、1385年の死の印象に、紋章動物として描かれており、和紙は帝国直轄都市アーレンを表している。地域再編後。 1976年11月16日に、シュトゥットガルト行政管区当局は改めてこの紋章を認可した。アーレン氏の旗は赤から白のストライプに死の紋章が描かれている。本氏の名称の由来は明らかではない。マテウス・メイリアンは、ウナギがよく見られるコッハー側の状態に由来すると推測している。他の説では、アーレンがローマ時代に、 アラの中屯地だったことに由来するという説や、ローマ時代の城塞の名称をアクイレアを短縮したという説がある。さらには、水を意味する、ケルト語に由来するという説もある。アーレン姉妹都市協会 EV は、アーレンと姉妹都市との友好関係奨励活動を行っており、サークルや学生の交換交流や都市施設の建設などを促進している。 帝国都市の日を記念して、2009年9月11日から13日に、第1回の姉妹都市カンファレンスが開催された。アーレンは、以下の5つの姉妹都市を有している。1980年の帝国都市の日を記念して、アーレン氏は、ビシャウアーゲンゴ島から追放された3000人以上のドイツ人を1980年9月13日に受け入れた。 このうち972人は1946年にアーレンに移住していた。ビシャウアーゲンゴ島とは定期的に郷土交流会を行っている。この時の衣装は旧市庁舎に保管されている。市はアーレン市立劇場を運営している。1991年に創設され、6人の常勤の役者を要する、この劇場は最も新しいというだけでなく、 最も小さいドイツの私立劇場でもある。この劇場は通常の演劇上演の他にあらゆる年齢層のための4つの演劇クラブを運営している。2012、2013年のシーズンには約500公演に2万3000人以上の観客が訪れた。劇場支配人はトニオ・クラインクネヒトである。また、 芸術監督、ジークフリートホップに率いられたアマチュア劇団シュピールテアターベルクシュタット・オストアルプ EV がアーレンを本拠地としている。3つの演劇クラブを要する、この公益団体は毎年オストアルプ芝居演劇の日を主催している。アーレン芸術協会は1983年に 視覚芸術の奨励を目的に設立され、ドイツ芸術協会作業共同体に属している。400人以上の会員を要する、この協会は、旧市庁舎に入居しており、主に現代芸術の紹介を行っている。代表者は、アーレンの芸術家で、美術教師のアルトゥール・エルマーである。アーレンで幼少期を過ごした、クリスティアン・フリードリ・ヒダニエル・シューバルトの栄養を称えて、 市は1955年にシューバルト文学賞を制定した。これはバーデンビュルテンベルク州で最も古い文学賞の一つである。この賞は2年ごとに自由で偏見のない考えのシューバルトにふさわしい作品を創作したドイツ語作家に対して1万5000ユーロの賞金とともに授与される。アーレン・リーメス博物館アーレンには2つの博物館がある。 リーメス博物館は約1800年前にオーレティシャリーメスソイのアルプスの北側で最大の騎士の城があった場所に建っている。ここにはローマ占領時代の数多くの出土品が展示されている。博物館の近くに位置する騎士の城塞を歩いて見学することもできる。博物館の敷地内では2年ごとにローマの日が開催される。 歴史的視聴者内の地質学イコール、古生物学博物館では、シュベービッシュワルプで採取された、アンモナイト、魚流、経過したサンゴなどの化石を見ることができる。バルトハウゼンの郷土室では、農業や農民の生活をテーマにした展示がなされている。バッサー・アルフィンゲンには2つの博物館がある。バッサー・アルフィンゲン博物館には、郷土博物館の他に、 芸術ギャラリーが設けられており、例えば、ヘルマン・プロック、ヘルムート・シュスター、ジーガー・ケーダーなどの作品が収蔵されている。この他に、バッサー・アルフィンゲンには、シュバーベン製錬所のオーブンプレートコレクションを見ることができる。SHW のデザイナーやモデル職人が紹介され、設計から完成までの鋳造版製造工程が展示されている。 バッサー・アルフィンゲンのシラーリンでの記念碑バッサー・アルフィンガー行動の高台にあるシラーリンでの記念碑は、ここで亡くなった4人の強制収容所外部収容所の収容者を記念している。同じくバッサー・アルフィンゲンの墓地には、ポーランド語でヒトラー主義の犠牲者と刻まれた亡くなった強制労働者を追悼する記念碑がある。この石踏みは、 ソビエト人やポーランド人が埋葬されていた場所に建てられた。アーレン氏は1954年に、両大戦の犠牲者や追放された人々のために、追悼の記念碑として、金の塔を建立した。設計は、エミール・レオが言った。金は、カール・シュナイダーが制作した。塔は申請すれば登ることができる。夕方18時45分頃に、追悼の鐘が鳴らされる。 アーレン市には1958年から音楽学校が存在している。現在は約1500人の学生が27人の音楽教師30の専攻コースを学んでいる。2009年からラルフ・アイスラーが私立音楽学校の校長を務めている。1977年にアーレンに公共楽団が結成された。現在は アーレン公共楽団 EV として主に音楽学校の生徒と教師で構成されている。このオーケストラのコンサートは1年に3回行われる。1月のニューイヤーコンサート、7月のシンフォニーコンサート、12月のクリスマスコンサートである。また、アーレンでは定期的に音楽フェスティバルが開催される。例えば、アーレンジャズフェストなどである。アーレン消防団は、 1952年から音楽隊を結成しているが、そのルーツは1883年にまで遡る。アーレンのヨハネス教会教会内市街は、歩行者専用区域の中心に立つ、福音主義の主教会聖ニコラウス教会外言を放っている。1765年から1767年に、現在の形で建てられた教会は、アーレンで、 唯一の大規模な後期バロック建築であり、アーレンの福音主義教会組織の中心的教会である。ヨハネス教会は内市外西部のヨハニス墓地にある。建築には、ローマ神殿の石材が転用されており、バーデンビュールテンベルク州で最も古い教会の一つに数えられている。教会内には13世紀初めのフレスコが見られる。この他の教会にはに加えて、 宗教の不死で言及した教会がある。スパイを持つ歴史的視聴者アーレンのスパイと歴史的視聴者はもともと14世紀に建造された。1634年の大化の後、1636年から再建が始まった。市はラウターブルクで時計を購入し、帝国都市ニュルンベルクがこれに取り付ける機械仕掛け人形を寄贈した。 これは、アーレンのスパイと呼ばれているが、1884年の火災で人形が消失し、アーレンのスパイのレリーフだけが残されている。再建された塔に設置されて以後、これは、本市の象徴的建造物となった。この建物は1907年まで、アーレン市の市庁舎として利用された。1977年からは、 死質学イコール古生物学博物館が入居している。伝説によれば、アーレンのスパイは皇帝軍による破壊から市民を逃れさせたという。帝国都市アーレンは皇帝と反目し、皇帝はこの町を占領するために門前に兵を進めた。アーレン住民は恐怖に駆られ、敵軍の強さを探るために一番の知恵者を敵陣に潜入させた。彼は、 迷うことなく敵の真ん中に出向き、当然捕らえられ、皇帝の前に引き出された。彼は何が欲しいか問われ、次のように答えた。驚くことはありません、陛下。私はただ、あなた方が、どれほど多くの大砲や兵器を持っているのか見たい、だけです。つまり、私は、アーレンのスパイというわけです。皇帝は、 その大胆さと愚者を装う演技に笑い出し、全軍を案内して帰らせた。皇帝はその後すぐに軍隊と共に引き上げた。皇帝は、あれほど賢い男が住む町は保護する価値があると感じたので、ある。アーレン芸術協会が入居する、旧市庁舎旧市庁舎旧市庁舎は1575年に初めて文献に記録されている。その外壁には、 1664年に作られた、アーレン氏の最も古い紋章が掲げられている。この建物には1851年まで、ホテルクローネイコールポストノールが入っており、同時にツルンイコールウントイコールタクシスポストノールの、宿液を兼ねていた。長い歴史の中で、ここには著名な人物が登縮した。N の字が描かれた、ナポレオン窓と呼ばれる窓は、1805年に、 フランス皇帝、ナポレオン・ボナ・パルトが宿泊したことを記念したものである。伝説では、フランスの兵士たちが、アーレンのスパイを笑い者にしていた時に立てた、大きな音に、ナポレオンが驚き、頭をぶつけて血まみれになったという。1907年から1975年まで、この建物は、アーレン氏の視聴者として用いられた。 元在庫の建物には、アーレン芸術協会、アーレン市の劇場のスタジオ、園芸カフェが入居している。支援、協力関係を結んでいる、ビシャウアーゲンゴ島はこの建物内に衣装を保管している。ビュルガーシュピタールビュルガーシュピタールビュルガーシュピタールは、1702年にシュプリッツェンハウス、広場に建てられた木組建築である。1873年までは、 私立病院として利用されていた。その後、老人ホームに転用された。大規模な修復後、1980年からは、老人交流施設となっている。リーメステルメン市の南、ランゲルト山の斜面に、温泉浴場、リーメステルメンがある。この浴場は、ローマ古典期の様式で建設され、1985年にオープンした。この定評のある高専は、 水温34摂氏36度で、深さ約650メートルから組み上げられている。マルクト広場マルクト広場は、アーレンの歴史的な中心地であり、南の視聴者から、北の歴史的視聴者及び、旧視聴者までの、約150メートルであり、ここで、ラートガッセと合流している。1809年からここで水曜日と土曜日に、州の市が開かれている。 視聴者前の帝国都市の泉の手前約10メートルに、アーレン、姉妹都市及び、ビシャウアー言語等島の紋章のモザイクが埋め込まれている。市場の泉マルクと広場の北端、歴史的視聴者の前に、ビュルテンベルク港、エーバーハルトルートビヒの寄付によって、アーレン市に水を供給するための泉が作られたのは1705年であった。この泉には、 1705年に皇帝に即位し、1707年にアーレンに帝国都市特権を授けた皇帝ヨーゼフ一世像が設置されており、土水土湯を通して水が流されている。排水にはコッハー川から枝分かれした市内の小川が利用された。1870年代にアーレンの水道網が拡充され、この泉は 約100メートル離れた小さな流化式噴泉に置き換えられた。古い市場の泉は1975年にバロック様式で再建された。この泉には皇帝像のコピーが設置された。オリジナルは新市庁舎のロビーに展示されている。中鉄製の泉のプレートには1718年のビュルテンベルク港の紋章、アーレン氏の紋章、 アーレンに合併した旧市町村の紋章が描かれている。帝国都市の泉帝国都市の泉は、丸くと広場南端の市庁舎前にある。この泉は1977年に彫刻家フリッツヌスによって制作されたもので、アーレンの帝国都市時代を記念するものである。周りを囲む、泉のフリーズに配されたブロンズ像が、市の歴史を象徴している。 ラートガッセラートガッセアーレンの最も古い家屋のファサードはラートガッセで見られる。ここにはもともと小さな池があった。その建物は1659年から1662年に典型的な都市農民の家として建設され、1980年代に修復された。この際、ファサードだけはオリジナルで残された。建物自体は新たに建て直された。 ラートガッセの名前の由来は、旅館、ラートで、現在もラートガッセ15番地に建っている。シュピタール通りこの町で最も古い建物群は、シュピタール通りにある。これらの建物は1634年の火災で、焼け残った数少ない建物である。これらはいずれも14世紀に建設され、1970年代に修復された。この際に化粧漆喰が剥がされ、 木組みが公開された。興味深いのは木製の梁で漆喰がよく付着するように刻み目が入れられている。ティーファー・シュトレン見学行動の入り口ティーファー・シュトレン、ブラウネンベルクのビルヘルム鉄鉱石鉱は1987年に観光鉱山ティーファー・シュトレンに作り替えられた。当時の工夫の作業効率が評価され、アーレン地域における 初期産業文化の文化財となっている。アーレン氏、信仰協会、多くの市民が、延べ何千時間ものボランティア活動で講座を、再び整備し直し、見学客が訪れることができるようにした。これにより、全体は放棄された、当時の広さを取り戻した。1989年以降には、ハイルシュトレンで、呼吸器疾患治療のための画商療法も、行われている。 この行動がある、レートハルト地区はこれにより2004年に、健康行動治療活動の村という称号で、知られるようになった。アーレン天文台アーレン天文台は、1969年に、シューバルトイコールギムナジウムの学校天文台として、建設された。2001年に、市民天文台に機能変更され、これ以後アーレン天文作業共同体が運営している。 この天文台は、シラー兵にあり、アーレンに工場を有するザイス者製の天体望遠鏡を2台備えている。ここでは、定期的に観測会や天文学の講演会が開催されている。バルトハウゼンウィンドパークバルトハウゼン地区のウィンドパークは、2007年、初めに完成した。ここには、2000キロワットの出力を持つ、風力発電機が7機ある。 それぞれの発電機のマストの高さは100メートル、風車の直径は92メートルである。アールボイムレ・アーレンの南に位置するランゲルト山には高さ26メートルの展望塔、アールボイムレがあり、人気のハイキング地となっている。1898年に高さ10メートルの最初の塔が建てられた後、1964年に2代目の18.5メートルの塔が建てられた。 現在の三代目の塔は、1992年に、鉄骨、木材建築物として建設され、天気の良い日には、アーレン越しに、ローゼンシュタインに至るベルラントや、エルバンゲンまで眺めることができる。塔の下には、冒険広場や小屋があり、塔に旗を掲げることで営業をしていることを示している。リーメス温泉の森林公園から、アールボイムレまでは、徒歩で、 約20分の童貞である。デレンホイレ自然保護区バーデンビュールテンベルク州の環境、測量、自然保護省は、アーレンに6つの景観保護地区、ウンターコフェイント、バイアースホーフェントのアルプトラウフ、ホーフェン周辺の丘陵地、クーゲルタール、エプナタータール、ハイリゲンタールの一部とそれに隣接する地域、ラウバハタール、ウンテーレラインタールのほか2つの保護林。 60の平面自然文化財、30の自然文化財、2つの自然保護地区を指定している。1969年に指定された、広さ24.1ヘクタールの、アーレント、ネーレスハイムとの間のデレンホイレ自然保護区は、バルトハウゼン地区とネーレスハイムシエルヒンゲン地区に、またがる。白神が生育する、牧養地や多くが生育する、牧草地の森である。 2000年に指定された広さ46.5ヘクタールのゴルツヘーファーザンで自然保護区は、ホーフェンチ地区とヒュットリンゲン町との間にある。丘陵地の上に位置する更新予書期の砂丘は、脂質学上の重要な文化財である。また、多彩な植生は危機にさらされた鳥類の生息地となっている。オストアルプはーナサッカー1921年に設立された。 VFR アーレンのサッカーチームは2012年から2015年までの3シーズンをブンデスリーガ2部で戦った。2017年現在は3部リーグに所属している。1939年から1945年まで VFR は当時のトップリーグであったガウリーガビュルテンベルクでプレーした。チームのホームグランドは市の西部にあるオストアルプアレーナである。 この施設は、アーレン市の所有で、2008年までは、アーレン市立バルトシュターディオンと呼ばれていた。レスリング KSV アーレンは、レスリング分でスリーガで戦っている。このクラブは2005年に、KSV ゲルマニアアーレンを母体として設立され、2010年に、レスリング団体で、ドイツチャンピオンになった。それ以前のゲルマニア時代には、1976年以降の合計で、 ドイツチャンピオン8回、準優勝5回の成績を収めている。もう一つのアーレンのクラブ TSV で番言も2009年までは、レスリング分でデスリーガで戦っていた。アメリカンフットボール、野球、バレーボール2つのアメリカのスポーツ、アメリカンフットボールと野球は、MTV アーレンが行っている。バレーボールも、アーレンでは重要な役割を担っている。 d j k アーレンの第一男子チームは2008年9年シーズンにレギオナルリーガに帰り咲き2011年12年シーズンには新たに設立されたサンブリーグに参加したスキー市の中心部の南に位置するランゲルト山にはオストアルプイコールスキーリフトがあるスキー場は高度差30メートルと130メートルの2本のティーバーリフト 長さ800メートルと1200メートルのゲレンデ、および初心者用ゲレンデを備えている。ホッケーアーレンでは1981年からホッケーのクラブチームが活動している。はじめは VFR アーレンのホッケー部門として組織されたアーレンのホッケークラブは1991年に VFR から分離し1992年2月3日に ホッケークラブスエビア R&EV として新たに設立された。フィールドシーズンの練習場は、ビュルグレの私立の人工芝グラウンドであるが、冬には、ウルリヒプファイフレハレで練習する。男子チームは、2009年と2012年に、それぞれバーデンビュルテンベルクフェアバンツリーガ3部から同2部に、昇格した。このクラブの男子、第2チームは、 フェアバンツリーが6部に参加している。アーレンの女子チームは2012年現在男子と同じくフェアバンツリーが2部に所属している。この3チームの他に数多くの成功したキッズチームやジュニアチームがあり主に州レベルの大会に出場している。2012年秋に第26回が開催されたヨーロッパで有名なアーレン国際屋内ホッケー大会は 特筆に値する。第25回であると同時に、アーレンでのクラブホッケー30周年が祝われた2011年記念大会では、女子はフィルトのチーム、男子はプルゼニのチームが選ばれた。帝国都市の日1975年から毎年9月の第2週末に、アーレン内市街で帝国都市の日が祝われる。この祭りは、 オストビュールテンベルク地方最大の一祭りであるとされており、商店の開いている日曜日につながっている。この司祭には、姉妹都市からの代表も参加する。視聴者前広場では、祭りの日曜日に、エキュメニズムの礼拝が行われる。ローマの日国際的な、ローマの日は、かつてのローマ城祭跡、現在のリーメス博物館の敷地で、2年ごとに開催される。 2014年の第12回ローマの日には約8000人の観客が訪れた。アーレンジャズフェスト2008年アーレンジャズフェストでのロイ、ハーグローブの演奏、アーレンジャズフェストは毎年11月の第2週末に有名、無名のアーティストをアーレンに迎えて行われる。マイルス・デイビス、BB ・キング、レイ・チャールズ、デビッド・マレー、マッコイ・タイナー、アルジャロー、 エスビオルンス・スベンセン、アルベルト・マンゲルスドルフといったトップアーティストも過去のプログラムに名を連ねている。春や夏の単独のコンサートを含めると年間約25本のコンサートが開催され、合計約1万3000人の観客が期待されている。2016年6月30日現在アーレンには3万3836人の社会保険支払い義務のある労働者が住んでいる。 13197人が製造業に2512人がサービス業に従事している。また2016年現在1日あたり19200人が市外からこの町に通勤し11212人がこの町から市外に通勤している。ラッドコンツェルン本社アーレンには合計6032社の企業が存在する。 このうち千三百四十六社が商業等規模に登記している。千五百五十社が小規模企業、七百五十四社が思工業者である。アーレンでは金属加工業が盛んである。機械製造業のほかに工学技術、製紙業、情報工学、繊維業といった工業分野が経済構造の重要な担い手である。重要な企業としては、 1671年に、設立されたバッサー・アルフィンゲンの工場を母体する、シュバーベン製錬工場、アルフィング・ケスラー機械工場、工具製造のメープル・ドクター・クレス、鎖製造業者、ラッド・ケテン・リーガーディーツとその子会社のエルラウ、エイジー、カタタン像のシュナイダー、印刷、出版業者。SDZ、ドルクーンとメディエン、パルム製紙工場。 アラームシステム製造のテレノート、カミドンやカール・ハインツ・ガイガー、テレコミュニケーション企業 SDT.net AG、レーザーサービスのロボエレクトロニーク、繊維加工業者リンデン・ファルプがアーレンに本社を置いている。アーレンに、支社、支店を置いているのが、イムテック、隣のオーバーコヘイにあるのが、カールツイス AG である。アーレン送信書最初の地元市として、 1837年から、水曜日と土曜日に、デアボーテフォン・アーレンが刊行されていた。現在アーレンでは、地元の日刊誌として、シュベービッシェポストと、アーレナーナハリヒ店が刊行されている。前者は、全国面の記事を、ウルムのジュートベストプレスから転用している。後者は、ラーベンスブルクのシュベービッシェツアイトゥングの地方版である。アーレンをカバーするタウン誌としては、 クサバアラ、エラクールトゥールがある。民間放送局のラジオトーン、ラジオ7、テレビ放送局のレギオ TV シュバベンはアーレンに、スタジオを有している。公共放送の南西ドイツ放送はアーレンに、オストアルプ軍全域を担当する、駐在院事務所を置いている。この町には、書籍リサイクル業者の、ブラバント LZ プラスメディア GMBH と、 冷絶ルけるポータル GMBH がある。テレビラジオ東南西ドイツ放送は、ブラウネンベルクに、1956年からラジオと、テレビの地上波送信所のアーレン送信所を有している。アンテナ支持装置として高さ140メートルの、鉄筋コンクリート製の塔が建てられている。アーレンには、シュトットガルト上級地方裁判所、エルバンゲン地方裁判所の下部組織にあたる。 裁判所がある。さらに、シュトゥットガルト労働裁判所の部局交渉人、役場、税務所、職業安定所がある。本市は、オストアルプ軍組役場、ビュルテンベルク福音主義宗教会、アーレン教会管区、ロッテンブルクシュトゥットガルト市教区のオストアルプ、主席司祭区の本部所在地である。オストアルプ主席司祭区は、かつてのアーレン、エルバンゲン、 ネーレスハイム、シュベービッシュグミュンと首席司祭区が統合された新しい首席司祭区である。シュトゥットガルト行政裁判所、シュトゥットガルト労働裁判所、ウルム社会裁判所がアーレンを管轄している。アーレンは私立病院を有している。1873年まではビュルガーシュピタールに入居していたが、その後、アルテハイデンハイマー通りの建物に移転した。 1942年に軍から病院を引き継いだ。現在ケルプレスラインにあるこの病院オストアルプクリニークムは1955年に開院した。シューバルトイコールギムナジウムアーレンでは1447年に最初のラテン語学校が記録されている。1616 16年及びそれ以後にも様々な建物に学校が新設されたが、 それらはいずれも、司教会の近くに位置しており、19世紀まで、存続した。宗教改革により、後に、国民学校となる、ドイツ語学校が並行して開校した。1840年に、女子国民学校として、リッターシューレが開校した。ここには現在、ペスタロッチシューレが入っている。ラテン語学校と1840年に設立された。 実家学校のための新校者が1866年に建設された。その後、アルテ・ゲベルベ・シューレと呼ばれていた。この建物は1975年に新市庁舎建設のために取り壊された。パウル・ボナッツが設計したパルク・シューレは1912年に完成した。現在のシューバルトイコール・ギムマジウムがこれである。本市最大の教育施設が、 1962年に設立された技術経済大学である。ここでは5つの専門分野で約5700人が学んでいる。大学全体で150人の教授、300人のその他職員が働いている。ボール修繕本誌はギムナジウム3校、テオホイスイコールギムナジウム、実家学校4校、養護学校1校。 補修課程を有する用語学校1校、基礎課程、本課程学校6校、本課程学校1校、基礎課程学校8校を運営している。オストアルプ群は、以下の学校を運営している。職業学校、言語障害者や、長期入院患者のための学校シュロスシュレ、バッサー・アルフィンゲン。私立学校オストビュールテンベルク定時制ギムナジウム、アーレン定時制、ギムナジウム。 DAG 労働者福祉団体の老人介護学校、ドイツ労働者アカデミーの老人介護学校、自由バルドルフ学園 R&EV、ドクター・エンゲル私立職業専門学校、ベルント・ブリン・シューレ、2園の学習幼稚園が、学校教育を提供している。学習幼稚園は、コンラート・ビーザルスキ・シューレの障害の有無に関わらない、全日制幼稚園ローゼン・ガールテンとアウフビント、 EV の補修過程のある学習幼稚園である。ドイツエスペラント語図書館が1989年から、私立図書館内に入居している。アーレン中央駅鉄道。アーレン中央駅は、シュトゥットガルトからのレムス鉄道、ウルムからのブレンツ鉄道、クライルスハイムからのオーベレヤクスト鉄道、ドナウベルトからのリース鉄道の乗り換え駅である。市内にはこの他に、ホーフェン駅、 ウンターコッヘン駅、バッサー・アルフィンゲン駅、ゴルトヘーフェ駅がある。南部の RNL 駅は今では営業していない。1972年まではさらにネーレスハイムを経由してディリンゲン・アンデアドナウに至るヘルツフェルト鉄道があった。カールスルーエからシュトゥットガルトを経由してニュルンベルクに至る広域旅客鉄道インターシティ61が2時間ごとに運行している。 地域交通に関しては、アーレン駅では、様々なインターレギオエクスプレル、レギオナルエクスプレス、レギオナルバーンの列車が利用できる。これに加えて、年間250本の貨物列車が運行する、アーレン工業線も営業している。さらに2020年までに、レムス鉄道に新しく建設される、アーレン西駅によって、アーレンのホーフヘルムバイラー周辺の西部地区や、 ダウアーバング工業地域は、交通技術上より一層の開発が期待される。道路アーレン、ベストハウゼンインターチェンジ及びアーレン、オーバーコフヘンインターチェンジ経由で、アウトバーン A7 号線にアクセスできる。アーレンは、連邦道 B19 号線、B29 号線、B290 号線により、連邦道網に接続している。1977年、 78年に設けられた、シュベービッシェディヒター街道がアーレンを通っている。B29 号線は、一部、B19 号線と共通区間となりながら、2車線のバイパス道路として、市の西部を通っている。通勤時間前後のラッシュ時に通過車両数が増える、ことで、この路線はしばしばひどい渋滞が発生するが、部分拡張に向けての努力が進められている、段階である。 数多くのバス路線が市内の公共旅客交通を担っている。バス会社、アーレン乗り合いバス交通は、1966年から2階建てバスも導入している。2007年12月から、かつてのアーレン交通団体の料金を引き継いだ、オストアルプモービル交通連盟の料金がアーレンに適用されている。VGA は、引き続き旧アーレン群の路線バス会社間の、 運航プランの調整業務を行っている。航空アーレン・ハイデンハイム飛行場、ラインフェルデンウェイ・ヒターディンゲンのシュトゥットガルト国際空港は約9 0トル離れており、鉄道で約100分かかる。アーレンの南東約1 5トルにあるアーレン・ハイデンハイム飛行場は小型飛行機専用である。アーレン周辺のグライダー飛行場はホイバッファ飛行場やバルトロメ飛行場がある。 自転車多くの自転車動画市内を通っており、アーレンをドイツ広域自転車網に結びつけている。ルフトハンザのエアバス a 3 1 9 d a 部、アーレンこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。アーレニウムはジュラ機中期のはめ、 1>, 1億7,030万年前から1億7,410万年前を言う。三上期の後半、2億3,500万年前から1億9,960万年前に当たる。ありがとうございます。